ちょっと力んだ。なるほど。どうも、鈴木です。どうも、弾丸ライダーズの竹虎です。せーの、ピカイチ。前回のチームをやった時にやりましたね。途中で肩、特に肩ですね、ポコッとやりました。違和感がちょっと生まれましたね。はい、そこら師匠に相談したところ、ちょっとここに連行しました。ここはですね、僕とか、あと、はい、徳さん TV の徳さんとかがよく来る、はい、王子桜カイロプラクティックというところで、はい、もうすごいお世話になってます、うん、ちょっとやっぱりその違和感が、はい、やっぱり悪化するとその怪我につながったりとかで、140キロプロジェクトどころではないと、はい、ということで、まあ、普段お世話になっている先生をお呼びしたいなと思います、はい、井上先生、はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして、井上です。よろしくお願いします。なんかいつも芸能活動で、はいはい、神経が乱れに乱れまくってるらしいはい、正直全身痛いです。痛いです。ちょっと早速じゃあ施術を、そうですね、はい、やっていきましょう。お願いします、頑張りましょう。お願いします。はい、こちらベッドで、すごい、ここはどうなるかこのベッドって見たことない。これこうパーツに全部分かれてるんですけども、まあもしこう、寝るところでベッド下がってると、この骨盤がここにあったとしたら、こんな感じでベッドが上がります。で、この落とす力を利用して、骨盤のこう傾きなんかを正してあげるっていう感じで、音だけちょっとこう、うるさいんだけど、全然痛くはないです。逆に投げてる時とかに、なんかこう、すごい違和感があるところとか、投げて最終的に痛くなるのは結構後ろ、やっぱ後ろの方ね。あのね、痛くないんだけど今これ音なんか鳴ってるの分かる、うん、そう、この辺からねちょっとスムーズさがなくなっちゃって、その神経の流れがどこかでちょっとうまくいってない、あ、うん、手骨の方からでうまくいってないのがちょっとあるのかもしれない。でね、今これこの状態で立った状態で気をつけして、そしたらこの腰のね、骨盤と腰の一番下のところね、指でちょっと押すんで、ちょっと耐えてみて。なるほど、わかる。これ上にグランとしちゃう多分本当に指でちょっと押してるぐらい。これって多分骨盤と背骨のところのバランスがちょっともう悪くなってる証拠なんで、わかるでしょ、これふわふわふわするの、どういう感じ。めっちゃ力入れて、力入れてないと立てないって、結構悪いかもしれない結構え、何直していただいていいですか。大丈夫です、すいません。視聴者のためにですね、はい、カイロプラクティックっていうのがどんなものなのかって軽く説明いいですか。ね、カイロプラクティックって、まあ、カイロプラクティックで、カイロって手って意味ですね。でプラクティックっていうのは、まあ、施術っていうのは手技療法って手で良くしますっていうので、うん、カイロプラクティックっていう名前なんですよ。ちょっと仰々しいんですけど、はい、多分動きがどこか悪くなってるかもしれない、うん、でそれが多分背骨の方のバランスとかその神経の流れなんかがもしかしたら悪くなっているんじゃないかな。そこを正して調整してあげるのがカイロプラクティックの、まあ、基本的なですね、うん、なるほどです、はい。今体のバランスちょっと見たんだけど、はい、骨盤だけのね、このここね、はい、骨盤だけで言うと、もうね、内側がめっちゃ浮いちゃってるんですよ。で、めちゃくちゃ入ってるの、これ、そっち側は入る、内側がね、もうめちゃくちゃ浮いちゃってるんですよ。こっちは入るけど、こっちはね、そう、だけどこっちはね、ここでね、疲れてるね。疲れてる。いや、そんなことない。そんなことない。右にこうやって傾いてるのは一生懸命左側に背骨をこうねじって、なるほど、筋肉緊張させて、はい、で立ってるって感じ。へー、なんでこうやって触った時にやっぱり左側の緊張めちゃくちゃ強い、まあ、もちろん投げてるからどうしてもこっち使うんですけど、はい、野球やってるだけじゃない悪さが来ちゃう。そうだね、いろんな部分で出てるからね。だからちょっと王子桜さんって、うん、プロ野球選手とか来るんですか。プロ野球選手結構来ますね。徳さんもあれで、もっと結構濃いみたいな。徳さんありますよ、右の3番目。あ、あーさん。じゃあ、だいぶ。ピカイチ！左の腰がもう、どんどん詰まっていっちゃってるから、取りたいんだよ、これ。
うん、ね、はい、でも筋肉いいね、すごくね、いい筋肉してる分もったいないって感じ、バランスが悪くなっちゃったから、そしたらね、この右に傾いてるバランスちょっと強制しまーす。なんとか、エッチかな、大体奥から出てきて大丈夫、なんとか、よし、そうですね、おお、痛かったです、めっちゃ反応いいね、体の、あ、うん、さすがです、ダンス上手いもんね、ちょっとバランス取るからね、どっちかな、すごい、生きてるか、あれ、あ、生きてた、生きてた、よかった、よかった、大丈夫、よかった、ピカイチ、おはよう、大丈夫、大丈夫、なんかね、うん、立ち方が良くなった感じ、おなんていつもこっちに入ってた、あ、そうだ、そうそうそう、だいぶ言葉が立つ感じするよね、はい、最初にやってここね、押します、マジでちゃんと押すから、いくよ、わかるか全然効かないね、嘘、立てるようになってる、わかる、はい、ね、多分ダメだってなって、うん、ふわ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 、全然なくなるから、はい、あー、動きがない、動きがない、え最初のね、物打ちがある、最初はあの最初落としてたってやつ、はい、ここオッケー、おー、よっしゃ、おー、ピカイチ、はい、でもまあ結構肩の関節のところも中結構動かしたから、はい、本当もっと動かすんだ、ちょっと悲鳴上げるぐらいになっちゃういや、ちょっとやりたいっすよ、ちょっとやりたいっすよ、追い治療する、追い治療、追い治療あるんです、左肩追い治療、本当に追い整理する、追い回路します、まあまあ、でももともとちょっと動きやっぱ悪いんでね、はい、これね、今自分でも言ってたじゃん、押して動かすと痛いって言ってたでしょ、はい、痛いんだ、痛いんだけど、これ正しい方向に持ってくとね持ってくとね、はい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 、うっさい先生勝負しました、これ多分次来た時施術のオプションについてる、タワーオブテラタワーオブテラ、あーさっきより柔らかくなった、違う、おお、楽しそう、左肩が左肩楽しい、笑ってるわ、笑ってる、左肩笑ってる、喜んでるわ、大丈夫です、全然、はい、うん、ありがとうございました、よかった、ちょっと待ってください、はい、最後まで見てくれてありがとうございま す、います、動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録もお願いします、バイバーイ。